おはようございます。おはようございます。今日は天候が爽やかですね。いや、あの結構クーラーが、いや外も涼しいですよね。うん、そうです、ね、まあなクーラー、これからクーラーいるもんな。もういやもう一回つけたらもうずっとつけっぱなしにしてしまうからな。でそれ電気代えらいことになるんですか。高手上がってますね。チェーマン いくんじゃないですか。いやでもな、つけて消せるのが高いんで。いやそれ言いますけどね。怪しいですね、確かにね。あれだからずっと家にいる人やったらそうかもしれないですけど、うん、そうじゃないですか。僕寝るとき絶対消しますよ。つけてるわうち。寝るときですか。風邪いきません。いやだから嫁が暑い暑い嫁や。あ奥さんがいるな。奥さんとかペットとかいるとやっぱりつけとかなの。そうか、猫ちゃん。そうね、ずっとつけとかなダメですね。いやつけとかなダメなんですか、ね、だって猫ちゃんって普通クーラー発明する前から生きてるもん。それ人間もそれ。俺もちょっとつけたり消したりはしてる。まあでも寝るときはつけてるわうち。あでも今年からなんか乾電は大丈夫だけど電気代めちゃめちゃ上がってるんですよ、はい、なんか3割ぐらい上がってるんですよ。うち関係ないもん、上がれへん。乾電はって原発があるから。あそうなんですか、電気代関係ないんですか、うん、だからみんなひどい。いやいや僕ら大丈夫ですよ、乾電でしょ、うん、ああ関西から。ああだから地方の人とかひどいね。いや東京電力もやばいですよ。えぐいな、はあ、うん月4万5万とかな。それうん俺の知り合いが言ってたもん。月電気代で4万5万、うん、今年入ってからむっちゃ上がったんです。いやさまさまするなあ、ね、家賃や関西も高なってますよね。なんか 1.5 倍ぐらいなってません、うん、あ昔1回上がったんですかね、うん、それによく。なんかそれでなんかよう営業来てましたよ。なんか、うん、もううちにのにしませんかって名前が格安電力とか言ってました。安いな。安いそれうさんくさいで。いやあの最初はだから安かったんですけど燃料費が上がってきたら、うん、なんかあのもう上限撤廃しますとか言って、うん、はがきがちょいちょい来て、うん、でなんかあんまり乾電と変わらへんようになってから乾電からもう一回、うん、うちの戻しませんかってええタイミングで電話かかってきました。ずるんでるんじゃんかもしれないですね。そんなあるで絶対大人の事情で。めっちゃ来ましたもんうち、うん、まあ、なんとか電力なんとか電力みたいな感じで自由化になった時にね、うん、まあ、ああ全然来えへん。昼間ですわ昼間。昼前でうち来てくれへん。なんかしらうちセールスも来えへんわ。なんででしょう。知らん。セールスはでも5時までやったら来ますよ。5時からは来ないですよ。1個も来えへんで。ほんでなんか近所のなんか隣の人もなんかセールス来てうっとうしかったわって言うてはるけど、うち全然来えへん。なんでやマンションやからじゃないですか。もう来ませんでしょ。あのまともなセールスも来ません。あのうちペイペイ入れませんかとかなんかそのあのデリバリーしませんかとか。うちでも一回ないね。なんででしょう。知らん。怖いんじゃないですか。なんでなんこの色になんか結構なんか個性派揃いっていうなんかオーラが。でもな店は来るで。店には来るね。あここですか。ここには家には来へんけどここには来る。あ家には来ないですよそんな。家行ったらあかんでしょ今。そうなんマンションとかなんかあのピットが大さなあかんやつあるし、うん、家は効率悪いからチラシでも最近ためらうレベルじゃないですか、うん、まあ店は来るな変なんな来ますよね、うん、わけわからんこないださなんかな俺一人でおるやんボケのテレビ見てドア開けっぱなしにしてるやん、はい、すいませんって言うね女の子や、はい、なほんであお客さんかな思って、はい、あどうぞって言ったらなんか東北から来ました、はい着物買ってください。今時びっくりしたからなんだこんな貝の着物みたいなの持ってんねん。いいじゃん。着物着物ですか。うん買ってくださいって来て、はい、なんぼすんのだ一袋1800円。高っ。誰買うやつ。まあほか言うて。えその姉ちゃんが欲したんですよ。うん姉ちゃんが作ったんですよ。じゃあなんかの回し物やろ。あ一時なんか難波の八百屋ですあの果物買ってくださいおった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 めちゃめちゃ高いですよ。な宗教的なやつ。あーらしいですね。可能性あるわな。うん、ややこしい。あれをやらすことによってその自分の中の心のプライドをまず打ち砕くみたいな感じ。そうなんや。らしいですよ。洗脳中なんですよ。あの段階は。あとなんか絵も売りに来た。はがき。あのウクライナのどうとらこうとら言って。ようそんな売る勇気ありますよね。でも、来たで。店にここに。そう外人や。うわ。二人外人。ぶっさくな外人やこれ。いや可愛いですよ。ぶっさくな外人の二人来てな。何やこいつら思ったら。なんかウクライナのあの戦争してるやん、うん、そのためのなんかあの基金を募金をだから腹出すから絶対嘘やろ言うてなんぼすんねんけど1枚800円やで、うん、このはがきみたいな絵みたいな、うん、俺ほんまにそこに行くんかって言ったら、うん、行きますって言うて、うん、そこ見せろやって言ったら見せられへんわな
いや、まあ、そりゃそうですよね。俺で最後は言うたらすごいね、日本語わかりませんって言ったやん。お前、散々喋っとったやないかいって。あんなんでも買う人おんねやろな。いや、ちゃんと正規のやり方でやらんと僕らは買わないですけど、そこでやっぱり涙ぐんじゃう人とかもいるんじゃないですか。おんねやろな。俺ら心腐ってるから出すんせんけどな。いや、心腐ってる方がいいと思うんですよ。ある程度ひねくれてないと、うん、もうつけ込まれますよ、どん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 詐欺師の、詐欺師のやろうと思う。そうやんな、はい、うん、まあまあ、まあ、でもなんかじゃ募金とかな、はい、してちゃんとそこに行くのが 100% 分かってんやったらな、俺するわ。いや、だって募金してるやつの、賃金も払たらないかんわけでしょ。うん、あんなタダでやってるわけじゃない。絶対嘘やんな、ボランティアなんか。タダでやるわけないやろ。なあ、ね、ボランティアなんかあるか、そんなもん。タダでやるんやったら自分で金ね、そこで戦争してるとか送ったらええやんけ。そりゃそうやな、ね、お前がちゃんと仕事してそこへ金送れやええやん。そりゃ個人的には何 人の金であれしようとしてる。ほんで、あれ多分バイト代もうとくで。いや、そりゃそうでしょ、やらへんでしょ、だってそんな。何もでする時給ですか、うん。いや、ああいうの僕やったことあるんですよ。苦手です。いや、だからそれはただでやりましたよ。高島屋の前でなんか心臓病のあのなんとかちゃんを助けましょう。いや、ほんまそれ金もらわんかったん、ボランティア。あの ラジオを出してくれてる社長がやれって言われて、ラジオでも言われて、はあ、まあ、朝の何時から何時までとか、なんで仕事よりきついねんこれとか。大人の事情やな。いや、まあテレビとかラジオとか出たい時やったから。まあまあまあ、まあ、そらじゃないわな。ああ、それ出てたんですか。いや、出てましたけど、もうあれですよ、もうなんかあの夢グループの社長が言うてる時に、あーすごいって言うような役ですよ。僕の喋るとこないんですよ。個人的に言わないですけど、あんなんで出ても意味ないですよ、ほんまに。ネタもでけへんし、も人笑いもないし、うさんくさいし。不満溜まってますよね、世の中に。もう、Twitter とか見てても、もうなんかちょっと怖いんです。別人ちゃうやろ、普段優しいのに、なんか怖いし、ネタはネタでちょっと奇抜すぎるし。いや、人間みんな一緒なんですよ。おあのだから不満をぶち、あの普段からぶちまけてる人は、うん、いやネットに書かんでいいけど、僕みたいに溜め込んでる人は、あの穴掘って、王様の耳やロマの耳言うて、こんにちは。一番ない人王様に。いや、じゃないと、みんな。なるほど。あの、堪忍袋の袋がね、破産してるんですね。人によって違う。まあまあまあ、ちょいちょい怒ったらいいか。